NHK の OB の人、大体2000人ぐらいですかね、声をかけて、今有志ということで動いています。2000人ですか、はい、それで、2年前に、はい、一遍茂木会長を罷免しろというような要求を、はい、出したんですけども、今回その、茂木会長の任期がもう半年を切れて、次の会長を選ぶ作業に入るということなんで、はい、改めて、私たちの要求ということで、今日は3つの点について申し入れしてきました。今3点の申し入れをされたということですが、今この申し入れの紙はこちらにあるんですけれど、改めてちょっと視聴者の方に向けて、まあ、簡単にでも結構ですので、ちょっと説明の方をいただいてもよろしいですか。一つはね、はい、前回ほとんど経営委員会の中だけの密室作業で茂木会長が選ばれたっていう経過があるので、はい、そういう密室作業をやめて、その視聴者の声を聞くという、はい、言ってみれば、まあ、視聴者から公募するとかね、あるいは視聴者からの推薦を受けるとか、そういう形で候補の窓口を広げなさいというのが第一点ですね。それから2つ目は候補を1人に絞り込む前にね、はい、面接で直接、所信を確かめなさいということなんです。でそれは前回茂木会長を選んだ時に、その他の経営委員の人はその書類審査だけで、はい、茂木会長がどういう人かっていうのを直接は知らないまんまに、はい、1人に絞り込んで面接したんですよ、はい、でその最後に1人に絞り込んで面接した時に、はい、もうすでにその経営委員の中からも疑問が出てきたんだけど、うん、もう1人に絞り込んじゃってたんで、やむを得ず、まあ茂木さんに決めたというようなことがあるんで、はい、今回の場合には1人に絞り込む前に、はい、複数の人たちに、ちゃんと面接して、はい、所信を確かめて、茂木さんのような人を二度と選ぶんじゃありませんよというのが要求なんですね。なるほど。それから、3つ目はその指名部会っていうのを経営委員会の中でやってるんですけども、はい、それが議事録が全く公開されないで、茂木さんが決まった後で公表されたんですね、前回は。だから今回はそういうことじゃなくて、指名部会っていうのをきちんと開いたら、その都度議事録を公開して、視聴者にもそのどういう選考過程を進んでいるのかというのが、分かるように見えるようにやりなさいという、その3つの要求です、ね、経営委員会の、経営委員長ですか、もう最近、6月でしたかね、新しい方になったということだったんですが、確か石原、この方に対してもちょっといろんな心配というか懸念されている声もあ あるようですけれども、新しい経営委員長の石原さんは茂木会長を推薦して選んだ方なんですね。その方が経営委員長に新しくなったということで、我々は大変な危惧とそれから疑問を感じてます。あの会長を選んだ人がなぜ経営委員長になったのか、でその方が経営委員長になったらば、また茂木を再選するんではないのかということで、大変危惧を感じて、今日はそういうことで申し入れをしたということです。この経営委員長の石原氏ですけれども、石原氏自身も少し何て言うんでしょうか、いろんな市民だ、日本会議のメンバーであったりとかですね、原発の必要性を訴える財界人らで構成する原子力国民会議の共同代表だったということで、このあたりもちょっとやっぱり視聴者としてはいろいろ懸念されるところ、ね、そうですよね。経営委員長になってからようやく分かってきたことなんだけど、それについては追及して彼は辞めたんですよね、日本会議の、ね、福岡のあれも名誉会長か、名誉日本会議福岡の名誉顧問、それから原子力についての、はい、共同代表も辞めたんですよ、はい、つまり批判があったから、茂木、政権別体の報道はやめなさいと、自主的な、はい、放送を貫いてほしいと。